はい、皆さんおはようございます。これから、JA とか役場とかいろいろと冬の、お仕事というか事務作業をしたいと思います。コロナ対策として私は、ね、まずこのマスク、これはですねフリップスの、マスクです。息が楽なんです。あとですね、これはね、なんつうんですかこれ。よくわかんないですけど。なんて書いてあるんだ。あ、逆だった。イオン MX 見えますか、ね、なんかこれをつけていると菌が寄らないみたいなんで、こうやって対策を練ってます。こんな広いとこならねもう全然その、コロナとは関係ないようなんですけど、部屋とか狭い、室内に入りましたら、こういうので万全を期したいと思ってます。ということで目黒町役場です。用事足しに来ますが新庁舎が出来上がっておりますね。これ立派だね。なんかお正月返上で引っ越しするって聞いてますが役場の皆さん大変です。なんか入るの楽しみですね。続いて金融に、会計さんの仕事したいと思います。はい、写真飾ってあります。カレンダー1点コピー。はい、いろいろと支払いだとか、いろんな所要でほぼ1日、役場やら農協やら銀行やらに行ってきましたが、なんとかまだ全部終わってないんですけど今日のやろうとした分は終わったんでまた、行く踏みならぬ引き踏みをしています。この畑も真っ白系に土ぼこりが上がってます。一人だからマスクしなくていいんで楽ですけど、はい、やっております。この畑は、昨日の畑と違います。ここは来年ビートの直販を予定しておりまして、煙幕じゃないな、ブラックオーツか緑皮をロータリーですき込みました。なので、細かく砕かれてもうふわふわです。はい、すごいですね相変わらず。で GPS の設定は6m30 です。ケンブリッジローラー、それで、何キロだ8キロぐらい、まあ、8キロ9キロ早くてもいいとは思うんですけどね、8キロぐらいでかけてます。はい、まあ、こんな感じですね。土は、ふわふわ、こんだけ細かく砕けちゃってるんで来年はやっぱり起こして湿った土とか土の塊を引っ張り出した方がいいような気がするな。これだとサラサラで風害にあっちゃうよね、いくら藁があっても。という感じです。下縛れてるね、硬く。あ、縛れてるな。そんな感じです。